大島桜は、バラカ桜属の桜。日本の固有種で、日本に自生する10もしくは11種ある桜属の、基本野生種の一つ。成長が早く再生力が強く古来雑木林に植えられて、燃料として多用されたことから滝木桜の別名があるほか、葉が、桜餅の葉に使われるため、餅桜とも呼ばれる。新宿巨縁の大島桜樹香は20メートルを超える。 落葉鉱木、樹形は、傘状。一重先の大輪の花を、比較的多く咲かせ花びらの色は白色。白い花と緑色の葉が、同時に展開する。東京の花季は4月上旬。葉は、長さ5センチメートルから10センチメートル程度で、先端が尖ったトーラン系または楕円形で、個性細かい巨子を持つ。花と葉は、比較的強い方向を持つ。 突然変異しやすく八重咲きになったものもあり、増えた花びらでおしぶと、中間的な形質を持つものを、旗弁という。緑色の葉と、相まってこの白い花びらが目立つことから旗弁を持つ、大島桜は、旗桜、白旗桜とも呼ばれる。現時の旗印も白旗であり、大島桜の元の分布域が関東であることから、大島桜と、東国武士には、 強い関係性があるとも言われている。ゴンゲン、包みの大島桜とソメイヨシノ。日本は干渉目的で世界各国に比べて歴史的に圧倒的に多くの桜の栽培品種を生み出してきた。大島桜は八重咲きなどに突然変異しやすく、成長が早く花を大量につけ大輪で方向なため、その見栄えのする特徴を好まれて、 花見の対象となってきた。またこれらの特徴から、有料個体や突然変異個体の選抜、育種、増殖の繰り返しの結果として、多くの栽培品種の親種となってきた。大島桜を基盤とする、これらの栽培品種は、里桜群と呼ばれている。里桜群には、ザ山のように濃い紅色の花びらを持つ品種もあるが、これは意外にも花弁が、 白色の大島桜の特質を継承していると考えられている。一般的な大島桜の花びらは白いが、色素のアントシアニンの影響で稀に花びらがわずかに紅色に染まる個体があり、尻際の低温刺激でも紅色が濃くなることがある。通常の野生状態では、このように紅色の発露が制御されているが、選抜育種の最中に突然変異が起こって、紅色の個体が生まれ、 ここから、寒山などの高色系の里桜が誕生したと考えられている。なおイヨシノも、大島桜が親であるが父であるため里桜群には含めない。鎌倉時代に、関東南部に人の往来が多くなると、現地の大島桜が栽培され、京都に持ち込まれるようになったと考えられている。そして室町時代には、大島桜に由来する不元像や三車返しが、 誕生し、江戸時代には、寒山などの多品種の里桜群が生まれて、現在まで多くの品種が受け継がれている。成長が早く再生力が強いので雑木林に植えられて、古来燃料として利用されたほか、木材としても目が細かく均質であるため、浮世絵のハンギーアイラ建材、家具の材料として用いられた。樹皮は磨くと光沢が出るため、工芸品として、 カンバ細工のように茶筒などの原料として用いられた。桜餅花や葉が分解するときに、クマリンの配当体に由来する方向を放ち、生育が良く方がしやすく、毎年若葉を多くつけるため、昔から塩漬けにして分解を促進して、方向を増した葉が桜餅の葉に使われてきた。他の桜の葉でも塩漬けにすれば大島桜と、 同等のクマリンの香りを生成することがあるため、現在では他の樹種の葉も桜餅に使われている。初夏にかけて結実し10分に熟した果実は食用となるが、通常の食用種である西洋ミザク桜と比較して、えぐみが強く実も小さいため、食用として流通することはない。樹皮は漢方薬の材料となり、蟹ワとして用いる。ガイ。 巨炭効果があるとされる。光さえあれば栄養の乏しい土壌や火山性ガスにも耐性が強いなど悪環強化でも生育しやすいので現代では工業地帯に緑化目的で植樹される。1950年代以降、海岸戦争に防風林として植えられた黒松が松材線中病に罹患して枯れることが相次いだため、 悪環境に強いと見られた大島桜が代替樹として植えられたが、桜の中では強いと言っても潮風に強い樹種とまでは言えないため2010年代後半、時点では植えられることは減っている。大島桜は関東以南の当初の海岸沿いから山地にかけて多く、生育し、その起源は伊豆大島などの伊豆諸島にあり、和名の由来となっている。本土の伊豆半島、房総半島、 三浦半島にも自生するが、生誕などのため島し部から持ち込まれてから野生化した可能性が指摘されており、現在は多くの大島桜が現地の山桜と交雑し祝築する形で野生化したと考えられている。神奈川県横須賀市と静岡県下田市では、市の木に指定されている。大島の桜株伊豆大島北東部の仙頭地区の山中にある本州の株。樹齢は、 推定800年であり、幹の周囲は7メートルに達する。主幹は高さ2メートルほどの部分を残して枯死しているが、数本の小株が立ち上がり、樹木を維持している。1935年12月24日、天然記念物指定。また1952年3月29日に、特別天然記念物に指定されている。ソメイヨシノと同じく植樹により起こる。 遺伝子汚染が問題となっている。遺伝子汚染は主観雑誌をして新たな桜が生まれる契機ともなるが、これにより各地に自生する野生種の子孫の桜の花の形や耐候性、強権性などの性質が将来的に変わってしまう可能性があり、自生する野生種の保存の観点からは望ましくない。大島桜はその特徴を好まれて様々な用途に、 利用するため植樹されており、現在は各地に植樹されたものが野生化している。この野生化した大島桜が現地の野生種の桜と交雑して遺伝子を占することが懸念されており、特に各団体が東日本大震災復興計画として進めている東北地方の海岸沿いでの大規模な植樹が懸念されている。霞桜は東北全域に大山桜は 東北北部に、山桜は、東北南部に、江戸悲岸は、岩手県周辺の沿岸部によく自生している。海外の一部では、大島桜と霞桜、大山桜、山桜の4種が、同一の種として分類される例もあり、この4種間では特に遺伝的に、種間雑種が生じやすい。本来なら、大山桜と山桜の自生地はほぼ重ならず、 霞桜の花期も遅いため、主観雑種が起こりにくいのだが、これらの中間の花期に咲く大島桜が地域をまたいで植樹されることで、主観雑種しやすくなり、遺伝子汚染する懸念が高まっているのである。山桜、大山桜、霞桜、大島桜、江戸悲願、長寿桜、豆桜、高根桜、宮間桜、熊野桜の十種。 意義のある寒日桜も含めると11種。ありがとうございます。